きます。
というバンドです。アイリッシュしてますって言ったんですけど、アイリッシュというのは、イギリスのお隣アイルランドの音楽です。もうすぐです。何喋ろうか忘れた。あ、皆さん今日10月31日は何の日か分かりますか？ハロウィン。そう、ハロウィンです。実はハロウィンってアイルランドが発祥って言われてる説が有力なんです。すごくない？すごくない？そんな日に私らタクタクでアイリッシュできるんです。そう、今日なんか明日がアイルランドの原始宗教のドルイド教っていうのが明日が元旦らしいんですよ。だから今日は大晦日なんですよ。ところで皆さん、あ、長くてごめんね。今日は、こんな素晴らしいタクタクさんというライブハウスでやらせていただきます。すごい感じですね。いつもは学校でフリスペとか教室とか借りてやってますけど、今日はいつもとは違います。何が違うか、みんなここ入るとき600円払ったよね。その600円って、どこに行きました？イエーありがとう。皆さんお酒持ってますか？ケルトっぽい感じのかっこいいのしたんですけど、いつもは踊れるドリンキングソングをしています。ただいつも学校やから飲めへんやん。飲めへんやん。今日は初めて一緒に演奏と一緒にお酒が飲めるんですよ。みんなすいません、お手を拝借していいんですか？いいですかいいですか？お手を拝借じゃないわね。お酒は拝借、いや、出演者の人とか飲まないでくださいね。くれぐれもこぼさないようにだけ、吐かないようにだけお願いします。じゃあせーのって言うんで、みんな乾杯ってしてください。いくよ、せーの、乾杯。
ちょっと缶開けるタイミング早くて先飲んじゃってて結構もう半分以上飲んでるんで本当はそのお前ら飲めよみたいなことを言おうと思ってたんですけど急に言われちゃっていつも思ってたのがこのチョールスロインテって音楽に乾杯とか言うじゃないですか。言ってなんか演奏始めてたんですよ FP とか。でもなんか全然乾杯してないし多分みゆさんだけなんですよ。でなんかよく神谷とかに言われてたのが俺も乾杯したいなんかネグアユとかも私もスロインテしたいみたいな今日みたいな生乾杯できる日、生スロインテできる日男も女もちょっと生スロインテしていただきたい生スロインテ生スロインテしましょう。で、まあ、次最後の曲なんですけどみたいに生スロインテできるようなパートがあるかどうかわかんないんですけどFP とかでよくやってたっちゃやってた曲なのでぜひ楽しく乾杯してください。ありがとうございます。チョールスロインテでした。